皆さんこんにちは、シューチャンネルです。撮影日が12月28日ということで、姪の浜駅に来ています。本日はこちらの福岡市営地下鉄の2線型に乗っていきたいと思います。福岡市営地下鉄の車両は1線型2線型が存在しております。前回は1線型を紹介したので、今回は2線型です。これが福岡市営地下鉄の2線型です。前面も違いますね。それでは車内に入ってみます。側面に2線と貼られてるのも特徴です。車内は線が他と大して変わりませんね。でも路線案内図は若干違います。ソファー式の座席は2線型の方がボコボコですね。向かいには福岡空港行きの1線型がいます。これで本日の動画は以上となります。ぜひ高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。私も乗れる1編成を貸し切ってみました。